はい、どうもオールライトです。よろしくお願いします。今回は新しく孤独の夢というゲームを実況していきたいと思います。皆様よろしくお願いします。このゲームはですね、なんか前作に琥珀の夢というゲームがあるらしくて、そのゲームの数年後の世界を舞台としているゲームらしいんですけども、まあオープニングを見る通りこうね、ホラーゲームなんですけど、なんか前作プレイしてなくても全然このゲームだけで楽しめるということなんで、僕もプレイしていきたいなと思います。では早速始めていきます。開始ボーン。いやーもうね、久しぶりのホラーゲームっていうこともあって、あと久しぶりにこうゲームを実況するってこともあってだいぶ緊張しております。よろしくお願いします。お願いやめて。僕の気持ちと同じですね。どうして、わあ、ふ、これで永遠だ。だいぶ歪んでますね。ちなみにですね、ここほんのちょっとだけテストプレイを兼ねてやっておりますんで、ここら辺はなんとなくチロッと読みました。ん？朝だ。もう起きなくちゃ。そう、見て、こうすごくない？フリーゲームで 3D っていう、本当大丈夫かな僕。これ結構ね、 3D でホラーゲームやるのとかも初めてなんで、もう本当前に言った通り、前に実況したのが初めてのホラーゲームで、これ2回目なんで本当に怖いですね。私には起きたらまず最初にするべきことがある。一番最初にするべきことがある。それは机の上の記憶ノートを見ることだ。なんかね、この、昨日の朝食ヨーグルト、昼サンドイッチ、夕方カレーライスとサラダね、僕と似てるね結構ね。引き出しの中の小説63ページまで読んだ。ここまでのあらすじはこれといった出来事はなく、家で一日を過ごした。なんかこの主人公は記憶が1日しか持ってられないみたいな、そんなようなのがありましたね。ちょっと病気で記憶喪失みたいなね、そんな感じだって書いてあった気がします。なるほど、昨日の私はそんな1日を過ごしたのか。この子かな主人公。あ、そうだそうだ、私は折原みちる、16歳。よし、今日もちゃんと自分のことは思い出せるね。やっぱそうだ、私は記憶障害を持つ。1年ちょっと前から私の記憶は1日しか持たなくなった。頭の怪我のせいだ。夜眠ると人の顔も自分のしたこともその日あったほとんどの出来事を忘れてしまう。だから覚えておきたいことは寝る前に記憶ノートに書き残さなくてはならない。このノートは昨日の私と今日の私をつなぐとても大事なものだ。いや、自分がそうなったら本当に大変だなと思うよね。おい、来た、いきなり来た。家のリビングの方で物音がした気がするけど、いや気じゃなくてね、してるんだよね。いやー怖い。多分僕だいぶビビりなんで、なんだろうな、あ、こいつすげービビってやんのって笑うか、もしくは僕と一緒に肝試しみたいな気持ちで見てくれると嬉しいですね。これどうやってやんだこれ。 Z ボタンで調べる。着替え、自分の着替えの入ったクローゼットだ。あーなるほどね。スペースキーでも調べられんな。窓からバルコニーに出れるけど今はいいやっつってね。それそうだよね、バリンと落としてくからね。これね、ちょっと探索したくなっちゃうからね。本棚には知らない本が並んでいる。そうっすね。お、起きたばかりだ、まだ眠くない。はい、まあいいのかな、もう行った方がいいのかな、いいかな。おー、あーん、あ、読まなかった。さらにページを遡ると、自分がつい先日まで真柴病院というところに入院していたことなどが書かれていた。おー、なるほど、病院には行っていると。お、コンセントだ。おー、はい、どうでもいいんで行きましょう。あー怖いな。おー怖いな。あー怖いな。僕ね、この部屋だけ入ったのよ。この部屋だけ入ってみる？行くよ、ちょっと怖いよ。ほら怖い、ほら怖い。もう僕これで動画待ってない時に一回悲鳴上げてるんで、多分こう見ている方も若干悲鳴を上げたでしょう。こういうね、驚き要素が僕は怖いんだよね。おはようみちる、ごめん起こしちゃったか。うん、大
丈夫、おはよう、兄さん。兄さんなんだね。さっきの音どうしたの？母、朝飯の準備してたらちょっと皿割っちゃ、めっちゃがっくりしてんじゃん。すげえがっくりすんじゃん、皿割ったら。あ、危ないから足元気をつけてな。スリッパ持ってこうか。料理は私がやるから無理しなくてもいいよ。あ、いい妹みたいなね。あ、そんなの危ないだろ。お前は台所に立たなくていい。家のことは1から100まで全部俺に任せて。お前はリハビリに専念しない、いいお兄ちゃんですね。万が一お前が包丁で手を切ったり鍋で火傷したり胡椒が目に入って痛くなったりしたら、考えるのも恐ろしいね。すっげえいいお兄ちゃんだね。ちょっと過保護だけどね。そんな大げさな。ちなみに昨日の料理って兄さんが作った？お、あー、いや、まあ、おー、一回転したぞお兄ちゃん。作ろうとしてハムを、炭に変えたあたりでお前にフライパンを奪われた。あー、すごい。じゃあ家を炭にされる前に今日も私が作った方がいい気がするんだけど。炭にしたらさすがにまずいな。彼は私の兄、折原優。大学に通っているが今は私のために休学中だ。こうして家のことは私に代わってほとんど一人でこなそうとしている。へえ。以前は家事とは縁のないタイプだった気がするけど、ちょっと顔気味なのは昔からだね。今思って私の頭の怪我を気遣ってくれているのかもしれない。まあそうだろうね。いずれにせよ今となっては私のただ一人の家族。あら、ただ一人の家族なんだ。記憶障害になる前から縁が続いている数少ない人物。まあまあ今日はちゃんと作り方とか調べたからさ、ここは俺に任せてくれよ。そういうわけで朝飯、もうちょっと待っててな。そういうことならテレビでも見ながらリビングで待ってようかな。いいね。特に何も変わった出来事はないね。テレビをつけようか。まあはい、つけますよ。おい、おなんか怖いな。続いてのニュースは今話題の真柴病院連続殺人事件についてです。通ってる病院だよね、真柴って。真柴病院、これって私が入院してた病院だったような。少し前のノートに何度か名前が出てきてるし、多分間違いない。先月から立て続けに3人もの被害者を出したこの事件は未だ謎に包まれています。事件の被害者がいずれも増田病院の患者および従業員という共通点が見られる以外に手がかりはない。おやべえ、おい、さい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 、すぐ消すな、すぐ消すな。おい、お兄ちゃん怖いぞマジで。おい、もうその顔絶対なんかあんじゃん。びっくりした、兄さんどうかしたの？なんか見たい。テレビでも。テレビは見るな、怖っ。え、テレビは見なくていい。いや怖いって。どうして？今の事件、私が入院してた病院の話でしょ。しかもつい最近起こった。うおー、おいおい、その顔でちょっと笑うな。朝飯もうちょっと待っててな。話変えた、すぐ帰る。おい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 、え、絶対お兄ちゃんなんかあるじゃん。自分の部屋戻ってきた。今朝の兄さんちょっとだけ変だった。私がテレビを見ようとしただけであんな顔するなんて。結局あの病院の事件については何も教えてくれなかったし、なんか悪いことしちゃったかな。いや、してないだろう。一応記憶ノートにも書いておこうかな。この記憶ノート、お兄ちゃんにバレたらちょっと怖くない？丸月丸日、今日の記憶ノート。朝兄さんが皿を割った。テレビでニュースを見ていたら兄さんが怒った。何か悪いことしてしまった。私が入院していた病院のニュース。大丈夫か？真柴病院か。どんなところだったんだろう。さて、夜も遅いしもう寝よう。バイバイ今日の私。これで忘れちゃうんだもんね、だってね。あら、これ事故の時の記憶みたいな。私と父と母、3人が乗った車が事故にあった。父と母は助からなかった。私も頭に大怪我をして後遺症を抱えた。それがこの記憶障害。だいたい1年前の出来事。あれ、1年前の出来事とかってなるとあれかな？なんか前作の琥珀の夢っていうのとなんか繋がってんのかな？
その事故以降以前のことはちゃんと覚えている。小さい頃のことも近所の人のことも兄さんのことも、退院するまでの1年間の記憶はほとんどない。まだ記憶ノートをつける習慣がなかったのか、古い記憶ノートは処分してしまったのか、これ兄さんに消されたんじゃないのちゃうの、燃やしちゃ捨てちゃったみたいな。こうノートも残っていなければ兄さんもなぜか当時のことは何も教えてくれない。いやお兄さん黒いぞちょっと。でも私は事故以前のことを、この1年間の空白期間の記憶を取り戻したい。あ、以降のことね、事故以降のことね、うん、だってそれは私という人間の人生が180度ひっくり返ったとても大事な時期のこと。両親を失って自分も記憶障害を抱えて、それでもどうにか立ち直るまでの大事な1年間のこと。まさか意図的に隠されてるなんてことはないと思うけど、いやそのまさかなんだよな、多分これそのまさかゲーなんだよなこれ、そんな大事なことすらノートがないと何も思い出せないなんて、たまにどうしようもなく怖くなるから、うん、おいやめろや、もうそういうのが嫌なんだよ、一番そういうのが嫌なんだよ、もう嫌なんだよこういうのが。多分見てる人も怖いんだろうなこれきっと。ん、何これ豆知識って。自室のベッドで昼寝をすれば少し時間を飛ばすことができる。起きる頃にはユウの居場所も変化しているかもしれない。ユウって兄さんだよね。オッケー覚えとこう。電話じゃない、まず目覚ましか。ん、あ朝だ、もう起きなくちゃ。すごいね、朝に起きるっていいね、いい生活してる、規則正しい。起用の記憶ノートは、おい消えてんぞ、ちょっと待って、消えてないかこれ。朝兄さんが皿を割った。うわそれ以外何もありませんでした。嘘つけ、もうちょっとうまく隠せ、もうちょっとうまく隠せ、さすがにそれはないだろう、なんかあるだろう。うわうんってなるわな、そりゃうんってなるわな。なんだろうこの黒塗りは。いやせめてなんか修正テープだと消えねえのか、ダメだな。でも最近フリクションペンとか、まあ、使ってないのかな、昨日の私が何かを残そうとしてやっぱりやめたんだろうか。でも最後の一文、どことなく文体や筆跡に違和感があるような、で自分のじゃないだろうからね、さぞかし。まあいいか、よくないっつ。どうせ昨日のことは昨日の私にしかわからない。今日もまたノートに今日の私を残すために一日限りの空っぽの私を生きるんだ。いやノート変えよ、隠し、おーい、探索開始、警戒一致。何これ、え、どういうゲームなの。何も起きない一日をどう過ごすかはみちる次第だ。ってことは僕次第ってことだよね。だがもし1年間の空白の期間の記憶を取り戻したいなら、記憶の手がかりを探すこともできるだろう。ほう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 。兄のユウを頼ることはできなそうだが、家の中の気になるものを勝手に調べることはできる。勝手に調べるってなんかちょっと怖い気もするけど、もっともユウにバレないようにした方が賢明だとは思うが。いや怖えぞ。まあなんかあれかな、探索していく系のゲームなんだろうね多分。いや昼寝はしたくない、まだいい、うん、おーなんか光ってんな、こんな光るか、家の中こんな光るか、すげえ光ってんぞ。うん調べてみよう。もし記憶のかけらを探すことに行き詰まってしまった時は、机に向かって頭の中を整理してみよう。きっと次にするべきことが見えてくるはずだ。ほうほうほう、オッケー、まだ光ってる、光ってんな。少し頭の中を整理しようかな。とりあえず整理してみよう。整理すると、うん、暇だな。この部屋にはパソコンもスマホもないし、やることといえば読書くらい。すげえな、僕にはちょっと無理だな。テレビで何か面白い番組でもやってないかな。おっとテレビ行っていいのか、テレビ行っていいのか。なんかテレビダメって言ってたもんな。お、本棚には知らない本が並んでいる。調べれるようになってるから調べます。見たところ小説が多いようだ。読書は記憶ノートの練習にもなりそうだ。お、練習になるんだ。
バルコニー出てみる？外からバルコニーに出られる。え、いや、まず様子伺うっしょ。様子伺う。ユウがバルコニーでタバコを吸っているのが見える。あー、タバコ吸うんだね。で、これで出るっていうのはちょっとまたなんか会いたくないな、なんか怖いな。わざわざ会いに行くのちょっと怖いよね。まずちょっといろいろ探して、それから調べてみようか。見覚えのあるものばかりだ。中身は事故の前からほとんど変わっていないらしい。なるほど。タバコを吸ってる間にちょっといろいろ見に行くとできるかな。この廊下怖いな。バルコニーとリビングがつながってるのかどうか。いるか？いない。うん、いない。いや、怖い。自分の家がこんなに怖いなんて。様子伺おう。もう一回バルコニーから。まだ吸ってんな、まだ吸ってんな。テレビ見てたら怒られそう。うわー、今は特に料理する必要なさそうだ。冷蔵庫の中見てみるか。どっちでもいいけどな、別に。まあいいや。冷凍庫開けます。じゃあ、インスタント食品が隙間なく押し込まれている。確かにユウは昔から料理をするタイプではなかったが、ここまで大量の買いだめは少し不気味だ。何もこんなに買いだめしなくても定期的に買い物に行けばいいのに、外に出られないわけでもあるまいし。今の一文からすると、お、何？ユウがトイレにいる間は家を自由に調べることができる。しかしそれはあまり長い時間ではないだろうね。そんな長々とトイレいないもんね、多分ね。大体いないもんね。お昼だからどうすればいい？じゃあ、これあれだよね、歩き回れないっていうのはなんかこう指名手配とかそういうのされてるから、外出れないからみたいな、そういう理由とかじゃない？違う。カフェイン強めのエナジードリンクがたくさん入っている。ユウは休学中で忙しいわけではないはずだが、ほう、寝なきゃ、寝ちゃやばいみたいな。そんなに無理しなきゃいけないことあるのかな。最近顔色が悪いみたいんだけど、あんまり寝てないんじゃ。いや、もうさっき完全に悪かったもんね、顔の色。分別用に3種類のゴミ箱が並んでいる。記憶ノートは特に何も書かれていないようだが、ゴミ捨てはユウがしてるんだろうか。本棚じゃなくて棚はなしと。うわ、高そうな壺が送られている。写真立てに飾られた1枚の写真が存在を主張している。花束を持った自分の姿が写っている。場所は病院の前らしき場所だ。ほうほうほう。祝退院した時の写真。見ていて何か思い出しそうな感覚はないけど、今の記憶ノート、あー、なんか見ているとなんかちょっと思い出したりできるのか。ちょうどこの辺りの日付から始まってた気がするな、記憶ノートがね。まだ記憶ノート捨てられないだけいいよね。静かに段ボールを漁ってみようか。もうタバコ終わるだろ、さすがに。昼になってもタバコ吸ってる、もしかして。ちょっと待って、ちょっと見てくるか。様子伺う。バルコニーには誰もいない。待った、怖いぞ。バルコニー誰もいないのか。バルコニー誰もいないのか。待てよ、今どこいるんだ。じゃあどこにいるんだ。待って、一気に怖くなってきたんだけど、ちょっと待って、一回出てみるか。じゃあバルコニー出る。うわ怖い。うわ、都会だ都会だ、すごい都会だ。これさ、外出たりとかしてるとなんか怒られたりする、もしかして。で、こっちがうちに自分の家に繋がってると、部屋に繋がってると。はい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 。で、なんだっけ、さっきテレビ見ろって言われてたよね。整理する。暇だな、なんもない、やってない。テレビでも見ようかって言ってるもんな。うわ、怖いな、ちょっと。まあ怖い怖いって言ってもね。あ、ちょっと待って、とりあえずメニュー見てみっか。セーブとかできんの？おお、すげえ。なんかかっこいいね。すごいわ、本当に 3D すげえな。なんか全部おしゃれですね。まさかフリーゲームと思われる。何回セーブすんじゃん俺。ちょっと待って、戻るボタンどれ。あ、これか。オッケー閉じる。おい。いや、まあ怖い怖いっててもどうしようもないんで、とりあえず。いや、こっちの部屋も気になんな。でもやっぱり一番情報が取れるのはテレビだから、テレビをちょっと見てみよう。
でもまずどうなったらゲームオーバーとかあんのかな。てかゲームオーバーっていう概念があんのかどうかわかんない。テレビをつけよう。うわーほいもう見てないでくれよ、本当にやめてくれよ。もう優雅シャワーを浴びてる間はひょっとしたら彼のあ服から見つけれんの。もう怖いって。今見つかったってこと。朝だ、もう起きなくちゃ。何これ、何これ。記憶ノートは、お、何もねえじゃん。特に何もない一日でした。うわ、待って、どういうことこれ。あーはいはい、わかった。なるほど、そういうことね。見つかっちゃうと何も手がかりを見つけれずに終わっちゃうってこと。そういうことだよね。これどこにいるかとりあえず把握したいね。またテレビ見てまたダメだったらもう何の意味もないもんね。ってことだよね。ちょっとじゃあこれこっち側も行ってみるか。ここは U の部屋だ。中に入る。ええちょっと不用心すぎんだろ、さすがに。ちょっとそれはできないな。ちょっとできない、ごめんなさい。やっぱ実況してるからには何かしらちょっと何かしら進むところを見せたい。ここはトイレだ。ノックする。コンコン。トイレには誰も入っていないようだ。ほうほう。ここは以前は両親の寝室だったが今は空き部屋になっている。中に入る。いや入って何の用があるんだいとか言われてもまた困るしな。ちょっととりあえず場所だけ把握しておいて。ここ玄関か。みちる。おいやめろ。おいお前兄さん、いつの間に外に用があるのか。それなら俺に言ってくれ、俺が代わりに済ます。いや別に外の空気でも吸いに行こうかと思っただけだけど。お前は大事なリハビリ中なんだ。外に出て、そう、事件にでも巻き込まれたら危ないだろ。事件ってそんなことそうそうあるわけが。いいからお前は外に出るな。いいな、約束だぞ。うわあ危ねえ、なんかまた捕まったと思ったわ。ヒョウの兄さん、なんか様子がおかしかった。まるで私が外に出ないように見張ってるみたいな。そうですよ、見張ってますよ。完全に完全にもう他人だったら完全にストーキングだからね、もうここまで来たら。でもストーキング以上のことだけどね、もうこれ。こんなことは覚えておいた方がいいかも。また同じことが起きるかもしれないし。なんか違うとこに書いてくんない？もうそろそろこうバレてんじゃんこのノート。外出するとしようとすると兄さんに止められた。リハビリ中だから危ない。通則まで徹底するだろうか。しません、しませんよ。でも最近記憶ノートが変なんだよね。内容が塗りつぶされてたり、ほとんど何も書かれてない日があったり。最近の私情緒不安定だったりするのかな。そうだ、それならなんだ特に大事だと思ったことは記憶ノートだけじゃなくて新しいノートにも書き残して。ナイスっすね。これやりたかったんだよね。そしてこの新しいノート、2つ目の記憶ノートは、普段は引き出しの奥にしまっておく。この引き出しの奥はずっと昔から私にとって大事なものをしまっておく場所だから、そのまま存在を忘れてしまうこともない。来たぞ。おうおうおうおお、なんかすごい、なんか絵が。これなら普段のノートがダメになってもまあこっち見れば大丈夫と。秘密のバックアップノートがあれば安心。なるほどね。ああ記憶がなくなるだけじゃなくて、明日の私から記憶ノートの中身を守ることまで考えなくちゃならないなんて。そうだね、私大丈夫かな。そうなるわ。お、記憶のかけら。外出についてを記録した。さて夜も遅いし寝よう。バイバイ今日の私。ほう、なるほど。家の中を調べて記憶のかけら集まれば、それをきっかけに過去の出来事を夢に見ることがあるかもしれない。すげえな、もう夢だよりの生活ってまあまあだぞ。はい、起きます。昨日の記憶ノートは、どこに、あれ？なんだか家が静かな気がする。あれ？ちょっと待って。待ってね。バックアップノート、待って、バックアップノートにも書いたってこと？2冊に同じこと書いて、1冊目のダミーの方は
もう見つけられてまた消されたってこと？暇だね。あれ？うわ、どういうことだろう。消されたのかな、あれも。また。ちょっとまあいいや、家が静かな気がするらしいんで、まず様子伺って、バルコニー誰もいません。リビングもとりあえず見ておきましょう。リビングもいない。兄さんの部屋、どうだろう。あ、待って、ここ見てみるか。漁ってみよう。あ、おっしゃった。すげえ簡単に漁っちゃった。怖っ。危ねえ。あれ、テレビのリモコンだ。なんでこんなところに。何はともあれ、これがあればテレビがつけられそう。おお、テレビのリモコンゲット。もうセーブしよう、セーブしよう、セーブしようぜ。セーブ。あー、重ねていいのかな。重ねないでやってみよう。はい、オッケー。上書きします。な、2回セーブするの何癖なのこれ。おい、3回目はないぞさすがに。オッケーオッケーオッケー、よし。あー、とりあえずこれでなんかちょっと進展が起きたら、今日だというかこのパートはやめておこうかな。あー、なんかちょっと操作これ下手だな僕。ここはユウの部屋だ。中に入る。静かだって言ってたからな。外にいるの、外には行ってないよな多分。外には行けない理由があったから、で行けない理由がありそうだから、外にはいない気がする。それか外で何かしら起こしてるんだったらなんかできそうだけどな。なんか調べられそうだけど、こことか見てみる。トイレノックしてみる。トイレには誰も入ってない。ちょトイレ入ってみる一回。あ、トイレは入れないゲームなのね。トイレは入れないゲーム。結構な縛りだぞ。トイレ縛りのゲームじゃんこれ。じゃあこっちも見てみっか。寝室中に入る。やめておくな、ちょっとビビりなんだよなこういうとこが。ここはさっき危なかった。一番ラストにしよう。あれはちょっと兄さんの部屋に入っ、いや、テレビのリモコンをゲットしたんだからテレビをつけよう。テレビどうしよう。さ、いつもテレビをこのポジショニングでこうつけるから、でこう見て、ここにいつも兄さん来るから、今日はリモコンでつけてみよう。この冷蔵庫ぐらいの場所からリモコンをつけてみよう。よし、ここからテレビのリモコンをやっぱ使っていこう。情報テレビ、ダンボールに積まれたダンボールの中、リビングに積まれたダンボールの中にあった。意図的に隠さなければそんなところにないはずだが、これ使えないの。いや、テレビのリモコンなんで使えないのこれ。どういうこと、どういうことこれ。あ、なんか記憶のかけら3分の1ってなってんぞ。おい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 、とりあえずテレビのリモコン、なんかテレビのリモコンを自室に持ち帰、自分の部屋に持ち帰った方がいいとかあんの。ない、そういうのは。そういうのはない。そろそろ昼頃だろうか。おお、やべえ、なんかちょっと時間無駄にした感じすんな。あー、ユウが家にいるかいないか調べたいときは玄関で靴のありなしかとドアチェーンを調べると良い。オッケー、わかった。それが分かればだいぶ違うぞ。じゃあちょっとドアチェーンとか見てみるか。ここでどうしたらいい。ここいるの怖いんだけど。お、待って、ドアにはチェーンがかかっている。下には、あ、兄さんいるね。外に出る、出ません。やめておきます。絶対出れない。トイレロック入ってるよ。ユウが入ってる。よし、何調べるか。何調べよう。テレビつけるか。テレビつけよう。トイレに入ったらテレビつけよう。はい、うわーほい。